ほおばる、がんばる、北海道米、ラブ。みなさん、こんにちは。味噌北海道米の小渕美里です。だんだんと寒くなってきて、すっかり秋らしくなりましたね。さて、今日は料理研究家の坂下美紀先生と一緒に、ご飯が進むご飯のお供で簡単朝ごはんレシピをご紹介していきます。坂下先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今日の動画を撮影してくれてるのは、はい、味噌北海道米織目ほのかです。よろしくお願いします。味噌北海道米高岡由衣です。よろしくお願いします。それでは坂下先生、今日のお料理のテーマである簡単朝ごはんですが、最近は朝ごはんを食べない人が多くなっているみたいなんです。どうなんでしょうか。はい、朝ごはんを抜いてしまうのは20代ぐらいの若い世代に多いと言われてるんですが、最近では小学生でも朝ごはんを食べないで学校に行ってしまうということをよく耳にします。小学生も。そうなんですね、はい、では朝ごはんを食べないとどんなデメリットがありますか。はい、私たちの体は寝ている時もエネルギーを消費しています。朝起きた時はガス欠状態。しっかりと朝ごはんを食べないと脳にエネルギーが回らなく、学力や体力が落ちてしまうというデータも出ています。朝ごはんをしっかり食べて1日をスタートさせましょう。それでは坂下先生にご飯が進むご飯のお供レシピを教えていただきます。実は2品目で私の一押しのご飯のお供もご紹介しちゃいますので、お楽しみに。それでは坂下先生、よろしくお願いします。はい、今日は鶏ささみの入った手作り福神漬けをご紹介します。手作り福神漬けですか。はい、はい、福神漬けって私カレーに乗ってる赤い福神漬けのイメージなんですけど、はい、手作りってできるんですか。今日はちょっと皆さんが思っているものとイメージが違うかもしれませんが、お野菜をたっぷり入れたご飯に合う一品をご紹介します。楽しみですね。まず鶏のささみなんですが、と筋を取ってこのように開いて、軽く塩とお酒を入れます、はい、こちらにラップをかけて電子レンジで加熱をして冷ましておきます。続いて野菜を切っていきます、はい、今日用意しているのは大根と人参と茄子、きゅうり、椎茸、生姜、そしてこちらにレンコンを用意しています、はい、まず大根から。これは切り方は決まってますか。はい、決まってないんですけれども、他の野菜と大体みんな同じぐらいの大きさにするとちょうどいいかなと思います。福神漬けって種類こんなに入ってましたっけ。はい、本来福神漬けは7種類のお野菜が入って、七福神をイメージして作られているものなんですけれども、7種類なくても野菜でいろいろアレンジしていただくことができます。椎茸はこのような角切りにちょっと小さめに切っていきます。続いて茄子なんですが、茄子はアクが出ますので、一度茄子はお水につけてからボウルの中に入れます。どのくらいの時間つけたらいいですか。はい、10分くらいつけていただくといいと思います。で、茄子は塩をして後で揉んでいくんですけれども、ちょっと小さくなりますので、少し厚めな感じでこう切っていただくといいと思います。生姜は同じボウルに入れないで、こちらに取り分けておきます。別のお皿ですね。はい、はい、であとこちらにあるのが昆布です。昆布。はい、出汁を取った後の昆布を少しこのように細切りにして用意しておきます。はい、じゃあ材料がこれで全部揃いましたので、茄子のお水を切っていきます。野菜がこれだけたっぷり。すごいたっぷりですね、はい、こちらにお塩このようにかけて、少しすると少ししんなりしてきますので、しんなりしてきたらこれをしっかりと水気を絞ります。だいぶお水が出てきましたね。かなり出てますね、はい、じゃあこのお水気をしっかりと絞ってこのザルの上にあげてください。はい、じゃ
それを絞っていただいている間に調味料をお鍋の中に合わせていきます。で調味料と先ほど切った生姜と昆布もこの中に入れていきます。この調味料を温めていきます。沸騰しましたら今絞っていただいたこの野菜を全部中に入れます。味も染み込んで美味しそうに出来上がってきましたので、早速こちらのささみの方は細く裂いておいてください。はい。じゃあお鍋の中の福神漬けをボウルに開けてちょっと冷ましておきました。冷めたところにじゃあささみを入れていきます。はい。福神漬けとささみっていうのが全然味の想像がつかないです、はい、もちろん福神漬けだけで保存しておいてそのご飯のお供にしていただいてもいいんですけれども、ささみを加えることによってタンパク質がここにプラスされますので、もうこれ一品でおかずがもう完成するという感じですね。栄養バランス抜群ですね、はい、そして香ばしいごまをこの中にたっぷりと入れていきます。はい、これでささみ入り福神漬けの完成です。それでは2品目は小渕さんおすすめのご飯のお供豚そぼろを紹介してもらいましょう。小渕さん、このお料理のポイントはどんなところですか？はい、こちらの豚そぼろはご飯のお供としてはもちろんなんですけど、おにぎりの具やチャーハンやオムレツなどいろいろなアレンジができることです。そして実はこちらのレシピなんですが、私のおばあちゃんが子供の頃によく作ってくれていたものなんです。もっと細かくしますか？そうですね、少し細かくしていきたいと思います、はい、やっぱりあの野菜苦手なお子様とかもいらっしゃると思いますので、はい、あの私が子供の時もそうだったんですけど、すごく細かく野菜を刻んでもらってました。もう入っているのがわからないように。はい、おばあちゃんの愛情ですね。そうですね、思い出の味ですね。でみじん切りにしていただくのもいいと思うんですけど、はい、人参本当に苦手な子とかもいると思うんですけど、はい、すりおろしてみてもいいと思います。そうですね、はい、すりおろすとまた甘みがぐっと引き立って、冷蔵庫にあるお野菜何でも入れてしまうと、ね、冷蔵庫の掃除もできて、そうですね、そして栄養も豊かになってご飯ももりもり進みますね。一石三鳥くらいですね。はい、フライパンは少し熱くなってた方がいいですね。そうですね、軽く温まってた方がいいと思います。ひき肉の色が少し変わったくらいでニンジンを入れていきたいと思います。はい、少し油がね、そのように出てきましたね。そんな感じで油が出てきたので、はい、一度火を止めます。はい、はい、はい、では油がたくさん出てきてますのでこれを一度捨てます。はい、では次に、はい、残りのお野菜、玉ねぎと椎茸を入れていきます。はい、ここで玉ねぎがしんなりして透き通ってくるまでしっかりと炒めていきます。はい、豚肉のビタミン B1 は玉ねぎに含まれているアリシンによって消化吸収がすごく高まりますので、こう一緒に使うということはね、とてもあの栄養価の高いお料理が出来上がると思います。はい、さあここで少し火を小さくして調味料を入れていきたいと思います。はい、この状態でたっぷり作っておいて少しお味噌を足したりとか、いいですね、はい、あとカレーを足したりとケチャップを足したりということで、あのいろんなバリエーションができるので、冷蔵庫の中にいつもあってもいろんなお料理に変身できるかなと思います。はい、美味しそうな色になりましたね。はい、はい、ではここで最後にこちらの香り付けの生姜を入れたいと思います。すごい生姜のいい香りがしてきました。はい、で火を止めます。彩り豊かにするためにこちらのネギを入れていきます。それでは2品出来上がりました。はい、簡単朝ごはんレシピなんですが、はい、とても豪華になりましたね。はい、はい、小渕さんのおすすめのおばあちゃんの味と、はい、そして私の小渕さんが想像していなかった福神漬けの味、はい、どうでしょうか？
ちょっと想像してた福神漬けとはまた違った味ではあったんですけども、すごい食感が良くてご飯にぴったりな一品でした、はい、さて皆さん、今日のレシピ紹介はいかがだったでしょうか。現在特設ホームページで皆さんからおすすめのご飯のお供を募集しています。皆さんのご応募お待ちしております。この動画を気に入っていただけたらフォローといいねをよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。